は私の大好きなモンテクリストをちょっと作って食べたいと思います。いつもはね韓国のネットで冷凍で買って揚げて食べるんですけど、今回はなんと、ちょっとねネットで似たようなの作ってる方がいたから、それをねやってみたいと思います。揚げるのは卵とパン粉でね普通に揚げようと思うんですけど、ちょっと今回このサンドイッチとね私の大好きなセブンイレブンのハムチーズエッグトースト、このフレンチトーストのサンドイッチみたいなのを揚げたいと思います。ちなみにこっちのサンドイッチはトリプルベリーとヌテラチョコです。じゃあ早速作っていきます。はい、じゃあまずヌテラのチョコサンド、真ん中に生クリームとかねチーズっぽいのも入ってます。つけていきます。こんな感じでしっかり染み込ませて、手でやった方が早いな。はい、こんな感じで出来上がりました。はい、次こっちトリプルベリーの方も中で煮た感じで、このチョコの部分がイチゴになってます。はい、できました。そして最後がハムチーズエッグトースト、もうすでにね卵焼きに使ってるんですよね、フレンチトーストだから。でも一応つけます。多分このままじゃパン粉がひっつかないから。はい、できた。はい、じゃあちょっとこちらを今から油で揚げていきます。モンテクリストになってるかどうか分かんないけど、それらしきものが完成しました。とりあえずちょっと飲み物を再代用します。まずサイダーからいただきます。甘っ、うまっ。はい、じゃあ早速モンテクリスト食べたいと思います。いただきます。できてて、どうしよう、どっちから行こう。ちょっとこのこっちの普通のサンドイッチから行きたいと思います。ヌテラとトリプルベリーです。あー、めっちゃいい感じ、トロッとなってる。はい、こんな感じで、こっちがねトリプルベリーだわ。これ色的に衣もざっくりになりました。最高じゃこれ。ちょっと美味しいよこれ。ほら中トロトロです、すごいいい感じ。うわ、ザクザクにできたし、待って、これちょっと待って、なんかメープルとかかけたらもっと美味しそう。はい、我が家でリピ何本目っていうぐらいコストコで何本も買い足されてる、メープルシロップ、アガベ、オーガニックブルーアガベって書かれたメープルシロップ、絶対美味しいわ。うわ、なんかとろけてる。チーズがまたいいな、間の。これチーズも挟まってるしね、ハムも一緒になってる。本当にあれ、これモンテクリスト用に作られたってぐらいのレベルなんだけど、クオリティ高っ。
本当にあの冷凍のやつと一緒だよ。あー美味しい。これ本当に冷凍のやつ最近ねあんま売ってなくて、なんか似たようなのはあるんですけど、ちょっと形がね違ってたりとか、同じやつ売ってないんですよね今。ちなみにねちょっと生クリームかけようかなと思って、生クリームホイップの持ってきた。ちょっと見えなかったから前にずれちゃったけど、ヌテラの方どう？こっちはねハム入ってない感じがする。全然違う。待って、これさハムも入ってないし完全にデザート風。こんな感じ、チーズも入ってるようには見えるっていうか入ってるんですけど、なんか違う。あのさっきの方がモンテクリストに近い、こっちはでもモンテクリストのデザート型みたいな感じ。しかもこっちの方がやばい、柔らかいわ。うまこっちね、チョコの方生クリームかけてよかった。でも個人的にはベリーの方がモンテクリスト感があって好きかな。やっぱハム重要なのかも。はい、でこっちですよね。こっちがねハムチーズトーストだから完全に以前食べたね冷凍の揚げたモンテクリストと同じ感じかなって思います。まず切ってみます。うわ、ちょっと野菜のみじん切りも入ってるし、え、なんか美味しそう。ていうかね、今気づいたけど、なんで私手袋ずっと料理したのかな。忘れてましたね、すっかり。じゃあいただきます。はい、卵、みじん切り卵入り。待って、意外にもこっちの方がモンテクリストっぽくないかも。なんだろう、パンがしっかりしてる。うわ、これソースなんかかけたいな。多分ハニーマスターだ気がする。うわ、中身出ちゃったよ。これね、モンテクリストデラックス版みたいな、なんかいろいろ豪華だわ。めっちゃ意外だけど、これね絶対これ揚げてモンテクリストで食べた方が美味しいと思ったけど、これは元々のハムチーズトースト、あれのままの方が私は好きかな。これフレンチトースト感が消えて食パンに戻っちゃった感が。ハニーマスタードがすごいよく合うわ。でもこれyou
うんまおいしかった。はい、食べ終わりました。いやちょっとねこれめっちゃ美味しかったわ。あのね正直に言うとこれ最初の1個目がめっちゃ美味しかった。一番モンテクリストに近かった、シロップっぽい甘いね蜜が入ってたんですよね。ちょっとメープルシロップっぽいやつだから、それもいちごジャムでなんかこう補えたというか、あとハムとチーズね、これがもう相性が抜群すぎてもうめちゃくちゃ美味しかったです。あとヌテラは完全にデザート系だし、こっちのハムチーズトーストの方は完全にあのサンドイッチ系になってたんですね。だからまあサンドイッチのフライだなって感じがした、まあ、やっぱねパンは薄めがいいのと、中はハムとチーズと甘いジャムとか、まあ、メープルシロップか何かを挟むのがベスト。分かった、この組み合わせが最高なんだ。まああとはねお好みで好きなもの挟んでもいいと思います、まあ、よかったらぜひね、家で作って食べてみてください。モンテクリスト最高に美味しいです。でねまたちょっと以前ね動画で食べた冷凍のやつとは違うんですけど、別のやつが出てるの発見したから、それも買って一回ね別のちょっとアレンジで食べてもいいかなと思います。じゃあ今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。目覚まし鳴り出す。いつもね起きる時間が遅いもうとっくに起きてるんですけど、いつも念のためねこの時間には最低起きなきゃいけないっていう時にかけてます